子供が、はい、そのできてから誕生するまで十月十日ってそうですね言うでしょ、あのなんか一般的には妊娠の期間って、でなんかそれをそのこの間あの先輩のハブサービスさんとちょっと喋ってたんですけど、自分の誕生日から十月十日だから10月分と10日分を引いたら大体いつにこの仕込まれた子なんかがまあ分かるんですよ。まあそれをざっくりね、その週で1週間ぐらいみたいな感じじゃないですか。で、なるほどなみたいな。でハブさんいつなんですかって聞いたら、ハブさんは8月何日かで十月十日を引くと体育の日なんですよ。まず昨日なんですよ、10月とかで昨日体育の日やったんで、それをなんか喋ってはって、でうわーと思って、なかなかアクティブな感じでやったんかな、意識してないやろ別に。体育の日やからいやですね、体育の日は結構祝日一円嫌ですねみたいなこと言ってて、でお前誕生日いつってなって、僕10月2日なんですけど、これ十月10日引くとクリスマスイブなんですよ俺。クリスマスイブに仕込まれた子供なんですよ。こんな格好してやってんのに、一番そのなんていうんですか、アメリカが強い。いやそのそれはええ恥ずかしくて、てかこれクリスマスイブに仕込まれたんかと思うと、ご両親のね、そういうの大事にするタイプやったかな。10月2日生まれなんで、うん、でまあ10ヶ月引くともう12月に、ね、ケツになるんですね。で2日なんで。だいたい8引くと23、4ぐらいになるんです。まあその辺とクリスマスあたり完全にそういいやんか、サンタさんが連れてきた子供、俺はあのおっさん、あのおっさんが運んできたんですよ、あの栗みたいなおっさんが、恥ずかしいですよね、うん、だから僕のその誕生日一緒の芸能人の方とかも大体クリスマス、いやまあいやそれいいやんか別に。ちなみにクリス松村さん一緒なんですよ。ややこしいなクリス、あの人もクリスマスベイビーなんかな。まあまあピン芸とかするときはやっぱキリストに寄せていた方がいいじゃん。そのまあコンビのときはもう無理やから。なんでなんですか。やっぱそういう聖母感のある誕イエス誕生。ネタ何にも思いつけ、まあまあ、俺多分。なんか怒られるかもしれないけどな。あいつピンになったらどうなってんの、これを知らない人はね、ピンになったらなんで急にあんなことなんねんみたいな。いや僕仕込まれた日がクリスマスなんですよ。説明して無理ですよそんな、つかみでね、いいですよ、いやまあそう、10月10日の話、ちょっと皆さんもよかったらね、あのこれ引いてみてください、自分の誕生日から十月十日を。